感謝します。山里ゴスペルクラブです。ずっとですねここからを歌い続けてきたんですけども、今日来られていないんですがノンクリスチャンの方、ダウン症の女の子がここからって歌えるようになったり、あと本当にストレスでずっと寝込んでいた人が会社もそれで退職した人もがまた仕事に行けるようになったり、たくさん奇跡をこの歌からいただきました。そして8月1日には被爆70周年の被爆者の会から招かれて原爆資料館のこのここからを賛美します。本当に聖霊の働きがここから再び始まるように本当に信じて賛美をしたいと思います。ここから始まる。